すべひたいヘラオヤモリは、爬虫高有林クヤモリかヘラオヤモリ族に分類されるトカゲ。マダガスカル北部固有種全長26センチメートルと、ヘラオヤモリ族では、大型種。体色は、褐色や白と、個体によって変異がある。苔状や、虫食い状の反紋が入る個体もいる。粉炭は長く、目部までの傾斜が緩く突起も見られず滑らかなことが、和名の由来になっている。 体側面や尾にあるヒダは樹皮と輪郭を目立たなくさせ、擬態に役立つ。同族のフリンジヘラオヤモリと酷似するが、本種の方がやや小型で、分担も短い。砂漠に囲まれたやや乾燥した森林に生息する。夜行性で、昼間は地面から100センチメートルほどの高さにある枝や幹に頭を下にしてじっとしていることが多い。植生は動物食で昆虫類、 接触動物、小型爬虫類等を食べる。枝や幹から地上にいる獲物に向かって飛びかかり捕食する。繁殖形態は男性で1回に2個ずつの卵を数回に分けて地面に産む。マダガスカルでは悪魔の使いとみなされて忌み嫌われている。ペット用として飼育されることもあり、日本にも輸入されている。飼育家での繁殖例もあり、少ないながら、 繁殖個体も流通する。2005年に属単位で、ワシントン条約付属書通類に記載され、マダガスカルからの生物の輸出が減少傾向にあるため、流通量は今後減少していくものと思われる。高さのあるテラリウムで飼育される。乾燥した森林に生息するため多湿を、この無族内でもある。程度乾燥には強い。狭いケージで飼育すると、ストレスから拒食することがあり。 またもともと大型種なので飼育には大型のケージが必要になる。また獲物に飛びかかって捕食するため、怪我をしないよう柔らかい土等の床材を厚めに敷いてクッション代わりにする。ありがとうございます。